ロー CQ11 メーター、ハロー CQ11 メーターバンド、こちらは長岡ホテルロムユ420、長岡ホテルロムユ420、長岡 HR420、 岐阜県関ヶ原町明神の森移動です。入管局ございましたら応答お願いします。受信します、どうぞ。あ、おはようございます。名古屋 C79、 こちらは長岡 HR420 です。関ヶ原町明神の森堂です。おはようございます、どうぞ。はい、長岡 HR420 名古屋 HR479、 今名古屋港です。名古屋港にね、おります。ちょっと風が強いんでね、車の中でやってます。あからね、外に出してやってます。そうですね、関西ミーティング、まだ時間的にもあれなんで始まってないかなと思うんですけどね、なんかね、ノイズレベルが高いですね、そっちどうでしょうかね。そう、ノイズはね、やっぱりどうしてもありますね。冬独特のね、ザーってノイズはね、出てますけどね、海外もちょっと出てるんでね、難しさありますね。はい、じゃあ、ちょっとよろしくお願いします。55トンです、どうぞ。はい、他お聞きの方いらっしゃいますか。こちらは長岡 HR420 ポータブルという岐阜県関ヶ原町移動です。受信します。はい、ありがとうございます。岐阜 KY812、 こちらは長岡 HR420 です。岐阜県関ヶ原町明神の森移動になります。レポート次回お送りします、どうぞ。了解いたしました。こちらからは52、52を行わせていただきます。今日はちょっと風あって寒いんじゃないでしょうか。私ブランドの方からやっているんです。ちょっと風冷たいです。お返ししますよ。結構ノイズレベル高くて厳しいな、これ。愛媛 CA34、 こちらは長岡ホテルロムユ420、長岡 HR420 ポータブル2、どうぞ。はい、ありがとうございます。愛媛 CA34、 こちらは長岡 HR420 ポータブル2、岐阜県関ヶ原町明神の森、岐阜県関ヶ原町明神の森からレポート5353送ります、どうぞ。はい、了解です。5-1了解です。移動地は岐阜県関ヶ原町明神の森、岐阜県関ヶ原町明神の森、岐阜県関ヶ原町明神の森。今日は渾身とノイズ結構すごいですね。取れますか、どうぞ。岩手ブラボー73、ポータブル2から再度受信します、どうぞ。長岡 HR420 ポータブル2、それから長岡 HR420 番局、それから愛媛 CA34 番局、コールセント取ります。
マイクの方ね、順番にお回していきますので、ご待機いただければと思います。それでは三重 YC87 番局さん、マイクを回します。こんにちは、どうぞ。はい、了解です。岩手ブラボー73、石丸ロールコール、こちらは長岡 HR420、 移動地は岐阜県関ヶ原町明神の森、関ヶ原町明神の森です。レポーター5858をお送りします。こんにちは、どうぞ。はい、関ヶ原町から58のレポートもね、ありがとうございます。こちらから57ですね、57お送りいたします。はい、ということで完成ミーティング、イスワンロールコール楽しむことができました。この時期は結構海外の更新とか冬場独特の、ね、ノイズのレベルが高くて、グランドウェーブの、ね、更新が結構こうね厳しかったりします。こういうノイズがね、特徴とか、デジタル解明編とは違って、まあ、市民ラジオの面白みでもあるのかなと思いますんで、 AM のノイズ混じりの中からトークと更新するっていう市民ラジオ楽しんでみてください。以上、長岡 HR420 桃助でした。バイバイ。モーチャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルではライセンスフリーラジオをはじめ、アウトドアで遊ぶ無線趣味の紹介を中心に、いろんなことをねやってます。結構ふざけたこともね、いつもやってますので、興味がある方はぜひチャンネル登録の方をお願いします。また動画の情報とかその他ね、日々の情報はツイッターの方でも発信してますので、アット長岡 HR420 で検索していただくか、説明欄にあるリンクからツイッターの方もチェックしてみてください。またブログもやってますので、ヤフーブログ、説明欄の方にこちらもリンクを貼っておきます。それでは次回またモモチャンネルでお会いしましょう。